ということで、この1回これを使ってアンプの設定をするんですよね。でまずやるときっていうのはこれを刺しますよね。これ刺しますよね。はい、プロップは使いますよ。使わないですね。使わない、はい、あそこ使わない、うん、プロップもいらないだって、はい、刺しますよね。はい、でこれで電源がここに入れますってなりますよね。はい、これで A を変えます。はい、でこう変えたいときに、はい、やろうぜ、まあ8000にしました。はい、でこれで決定したいです、はい、このままこれで終わりですよ、ね、エンターを押してセンドサクシードでこれ OK。 OK、 はい、はい、で A の項目他も変えたいっていうようであればここを変えてきますよね。今どれを左の、はい、あボタンを押して項目を変えていく。でこれ大きいところの 1,2,3,4 のその項目をだと今変えてますよね。はい、これはだから、パワー系のパワー、今 A のパワーですね。ですよね。 A のパワーを B に移ります。今右から2番目のボタンを押して B に変える、はい、C に変える、はいはい、あの大きい項目では右から2番目のボタンで切り替えて、はい、で一番左のボタンで1つずつ変えていく、うん、そうですね。はい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 、で変更するのはその真ん中の2つのボタンの上下で、そうですね、変える。で決定は一番右で、はい、もう一回上げたらそれで決まる。これで終わりましたよね。はい、だったらこれを長押ししてもらえばまたメニュー画面に戻りますんで。おお、これが最初なんですね。はい、これでやってもらえれば。あ、簡単でしたね。はい、でもう電源落として抜いてあげれば、うん、もう大丈夫です。それでいける。はい、簡単だ。尺が全然足りひんぐらい簡単にできました。もっと10分ぐらいかかるかと思ったんですけど、それはね、すごい簡単ですよ。簡単ですね、うん、はいはいはい。で、まあ、だからせっかくなんで、その今日は私、北川さんが以前、はい、セッティングシートで出されていたアンプの設定をそのまま使わせていただいておりまして、はいはい、フィーリングとしてはいい感じというか、パンチもしっかり感じられるんですけど、うん、そもそもこの数字をこれですよね。そうですね、はい、これは、はいはい、いつのだったっけ、6月の、うん、これだからスピキンのネクストですよね。スピキンネクストで地獄を来られた時のセッティングでしたけれども、こういうふうに、まあ、選んだこれポイントってどこだったんですか。ポイントというか、なんて言いますかね、ブーストターボを使うものなので、うんうん、ブースト、これ確か40ぐらいですか。40になってますね。そうですね、うん、でターボが75になってるんですね。75、あ、ね、75、そうですね。それなのでフルブースト、あ、フルブースト、フルターボになってますので、はい、もうこれ以上スピード上がりませんっていう状態。ああ、もうマックスまでパワー上げてるってことですね。はい、あとはスロットルをこう握っていく上でフィーリングを合わせてるだけですね。おお、それはこのあたりの数値で。そうですね、パンチ、コンプレス、はい、その辺ですね。はい、まず 上のこの8000っていうのは、これは周波数、うん、これも上げていけば、うん、マイルドになりますし、下げていけば、ちょっと、荒くなっていくっていうんですかね。あ、うん、その周波数が、その上がり方の波々が大きくなる小さくなるみたいなやつですよね。はいはい、で、割と8000ってことは上がってないのか。ちょうど中間ぐらいですかね。中間ぐらい、そう、2000以下ぐらいかな、うんうん、32キロまで、3200まであるので、あ、それで3万2000まであるから、うん、はい、まあそんなにむちゃくちゃ上げてるわけじゃないけども、うん、だ、上がりがはっきり感じ取れるような8000ぐらいだったら、これね、周波数は難しくて、うん、多分わからないと思います。わかんない。でも北川さんはここはもう、もうこれになんとなく8000で統一してるっていう、決め打ちですね。で次のこの15パンチですよね、はいはい、これは1から30ということだから真ん中のパンチになってる。そうですね、落としてますね。落としてる、はい、あ、デフォルトが30なんですね。そうですね。あ、でもこれはそうか、ブリンキーか、うん、でもそうか、であんまりこうガツンと来ないようにしてあるということですね。
で、0から50のこれはトークレスはこれはあのプラスエキスポみたいなものなので、はい、これもちょっとあのプラス側に振ってるだけですね。これをもっと30とか40とかにすると、もっと出るようになってますね。どうなるんですか？あのガーンと出るような感じ、プラスエキスポになってきます。あー、そっかそっかそっか、あのまっすぐじゃなくて、まあ、ウィッとなるっていう、はい、あなってきますんで、じゃあまあフラットに近いような感じに、ちょっと20だからちょっと上がってるって感じですかね。で次のレベル1から5、これは、スロットルフィール、これ真ん中、はい、真ん中ですね。 あんまりリニアに動かないようにで、マックスのこれリバースはいいか、これだから、ブレーキのパワーですかね、30% のブレーキ力になってるという、はい、じゃない、これはバックする時のものなので、あ、そうか、バックは関係ないか、はい、リバースはそうか、はい、バックですもんね、ブレーキでは関係ないって話ですね、はい、触るとこじゃない。で、ドラッグブレーキは 7%、はい、これはスロットル戻したときに自動的にブレーキがかかるっていう、エンブレですね、そうですね、が7ということはちょっとかかってる、ちょっとかかってる感じですね、ですよね、はい、でブレーキパンチはドラッグブレーキと一緒だからそのまんま、あ、違う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 、ドラッグブレーキとブレーキパンチはまた違う話です ね、 ですね。ブレーキパンチはスロットルの前進側のパンチと同じような感じです、はあはあ、握った時にクッてくるかどうかっていう話 で、うんうんうん、で30までするとかなりこうグイッとブレーキがかかる、一気にかかっちゃうような感じになっちゃう。これもやっぱマイルドなブレーキ感ですよ ね、 ですね、はい、じゃストレートエンドとかでギッてやった時にロックしにくいというイメージでいいですか？ただここだけでロックしにくいし、あのするしないはあんまり調整できないので、マックスブレーキフォースですね。はい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 。最大ブレーキ量、この辺で調整していきますね。あ、最大 90% まで力がかかる、うん、でそのかかり具合のパンチが10になってるっていうことですね。でそのこれも周波数があるんですね、ブレーキにも、これはあのアクセルとかこっちと一緒という、はい、そうですね、はい、なるほどなるほど。この辺はまあ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 、そうですね、オートで使ってますね、ブーストは40入れてます、よろしくお願いいたします。でここは関係ないし、はい、ターボは75、はい、ターボ75といって、このアンプの75っていうのは、トータル数字を入れてますんで、あの40のブーストに対して、35のターボを入れてますよっていうことになります。でトータルすると75っていうことが、75言ったら、はい、ってなるけど、実際は35ということなんですね、はい、で40足して75、はい、で 90% のターボスタート、うん、はい、これはスロットルが90いったったターボが入るっていうことですね、はい、だから最後の 10% でドーンとくるっていう、うんね、で 0.03 のこれもあれですね、ディレイがちょっとあるんですね、ゼロじゃなくて、はい、で、ターボアップ、ターボが上がる時に、これはそうですね、 0.5 秒に対して30度上がりますよ、あちょっとこれ難しいな、あのターボが入った時に 0.5 秒で30度こうビョンと上がる、ほう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 、ですよね、はい、30度、はい、どうっていうのか、度っていうのは角度の度、そうですそうです、ここの75度と一緒ですね、ターボが35度入ってますんで 0.5 秒で30度上がりますよ、そういうことなんですね、はい、でこっちのもう一つターボダウンの方は逆に半分の15に減らしてる、そうですね、落としを遅くしてるってことですね、はい、そうですね、はい、あとはもうそれぞれの変更点ということなんで、そうですね、はい、まあいいとします、うん、なるほど、そういう項目だということですね。そうですね。はい、なんか私結局これあの丸コピーしてますけど、うんうん、そこなんですよね。今後の課題としては。課題としてはあの、セッティングシートっていうのはドライバー個人で皆さん出してますけど、うん、それを丸パクリしたからいいかっていうのはあの決して良くはないので、そこからそれを基準として一度試してもらって、悪ければそこから、あのフィーリング合わないなと思ったら変えてもらうのが一番ですね。たまにあの質問で受けるんですけど、車のセッティングシートを真似したら全然車が走んないんですけどって言われる方も結構いらっしゃるんですけど、ありますあります、はい、あの
路面も違いますし、うん、タイヤも違いますし、うん、あの運転手も違うとなると、あのそのセッティングは基本としていただいて、うん、そこからアレンジをしてもらう、うんうん、それが一番いいかなと思いますね、うんうん、あの実際今日ここへ伺って北川さんにいろいろ車を見ていただいて、なんか変更点をお願いしようかなと思ってたんですけど、はい、それ以前にまずやっぱりやることがあるんですよね。そうですね、まずは車は普段、走行させていただいているホームサーキットっていうんですか、うん、そこできっちり走る車を、うん、あのまずは持ってきてもらう、うん、で他のサーキット行くときにはあのよく予想であそこのコースはこうだからこうして行かなきゃとかいう話があるんですけども、あのそれをやってしまうと基準のセッティングが分かんなくなってしまうので、あの遠回りになっちゃうんですね、うん、それなもんですから、できればあのホームサーキットで走ってる車はそのまま持ってきてもらって、うん、あのまあ、そこの場所でタイヤはもちろん変わることがありますので、タイヤだけ変えていただいて、うん、走ってもらって、うん、そこからセッティングをスタートしていく。あとはライン取りですよね、はい、初めて走るコースなので、うん、ライン取りをまずきっちり走らせられるかどうか、そこ によっても変わってきてしまうので、あの、はい、ライン取りがね、めちゃくちゃで走ってセッティングどうのこうのではないということですよね、はい、あのまずはライン取りをきっちり走らせて、あのそこからセッティングしていきましょうというところですね。 B メインの決勝、 A メインの決勝という形でスタートしていきます。あのこれまで伺っていると本当あのきっちりと説明書通りに組み立ててちゃんと動く状態にして、あのライン取りをとにかく気をつけろと、ね、そういうことですよね。そうなんですよ、私とかはよく普段あのアリーナで走らせますね、カーペットコースで走らせますけど、はい、基本的にはあの必ず一度アリーナのカーペットで走った車をそのまま持ってきて、アスファルトでも走らせますし、アスファルトでセッティング取った車をもう一度持って帰ってカーペットでそのまま走らせる、そういうこともやります。あの必ず動きの確認はそこで取っておきます。もちろんカーペットはアルミシャーシを使うことが多かったり、ね、あのアスファルトはカーボンシャーシってなりますけれども、そこを度外視してもうカーボンでカーペットコースを走ってみたり、逆にあのアスファルトでアルミシャーシでとりあえず1回走ってみたり、うん、そこの動きの確認をした上で、シャーシを変えるなりってことを。そうなんですね、はい、ではもうカーペット専用車とか、はい、アスファルト専用車という感じではなく、はい、それぞれで対応できるという、そうですね、ことなんですね、うん、あのある程度そうしていかないと、うん、どうしてもセッティング費やす時間が長すぎてしまって、はい、うん、そこを追っかけてるだけで1日が終わっちゃうっていうことでつまんなくなってしまうので、はい、できれば一度同じ状態、普段走らせている車をそのまま一度新しい他のコース行った時にも一回置いてみる、うん、置いて走らせてみる、はい、お待たせしました。 DC1 の B がコーヒー、だいたい走りますからね、6レース目が、もともとの作りがいいですから、ちゃんとそのポテンシャルを引き出すためにもやっぱりちゃんとね、初めてセッティングを変えてしまうと、クルーが要するにわけわかんない状態になっちゃいますんでね、うん、なるほど。それなんですけど、普段やられてるホームサーキットでどんだけきっちりセッティングを煮詰めてあるか、うんうん、それで次のコース行ってみて、他のコース行ってみて走るかどうか、うん、それをいろいろ確認を取っていくということですね。わかりました、やっぱりそこら辺が大事だということ で、 そうですね、うん、この辺りもあのただただ鵜呑みにするだけじゃなくて、はい、そこから一つ一つ項目を理解して自分なりの味付けをしていくということですよね。そこがすごく重要ですね。わかりました、うん、頑張っていきたいと思います、はい、今もあるコピーですけれども、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。